中村愛の馬コラボ。今週はクラシックサツキ賞ということで、まずはこれでしょ、口に出したら当たらない中村愛のみんな大好きサイン馬券のコーナー、プシュー。サツキ賞のサイン探していきます。テーマはダン、今週のニュース。やっぱり今週のニュースって言ったらこちらですよね。ダン、浅田真央選手引退、本当にお疲れ様でした。そしてその引退会見で思い出に残っているのはソチオリンピックと答えていたんですけれども、そのソチオリンピックからサイン導き出しました。ズバリダン、ショートの楽曲はショパンノクターン第2番、そしてフリーの楽曲はダン、ラフマニノフピアノ協奏曲第2番ということで、両方に共通しているのは2番ですよね。2番が激アツということで、クラシックサツキ賞はダン、2番スワーブリチャードに注目です。さて馬コラボ、今週の担当は独自の指数が無料でチェックできる馬コラボ、週末の競馬予想を悩んでいるあなた、一つの参考にしてみてはいかがですか。今週の担当は星川さんです。星川さんの見解はこちら、スワーブリチャード本命からアダムバローズ、ウィンブライト、コマノインパルスとなっています。本命はスピードとパワーを兼ね備えるスワーブリチャードにしました。展開に左右されない器用な馬で、阪神コースでも好走歴があり、右回りは問題なし、期待します。対抗に現在連勝中、前残りを狙いたいアダムバローズ、3番手には中山コースで連勝中、前走はスプリングステークスを制したウィンブライト、最後に忘れてはいけない同じ舞台の重賞京成杯を制しているコマノインパルスを推奨しますということでした。星川さんの皐月賞の予想もぜひ参考にしてください。その他馬コラボには代表北条直人やサポートスタッフ星川由衣のブログを随時更新中、購入レースの絞り方まで提案してくれます。馬コラボ独自の指数は競馬開催前日の夜に公開、週末の競馬をもっと楽しくするために馬コラボから目が離せない。以上、中村愛の馬コラボでした。